森崎浩二森崎浩二は日本の元プロサッカー選手。サンフレッチェ広島アンバサダー。広島県広島市や聞く矢野出身。現役時代のポジションはミッドフィールダー。解説者。地元、矢野小学校で兄、和幸と共に小学2年からサッカーを始める。山で久男から指導を受け、小学6年時に 兄と共に全日本少年サッカー大会に出場している。佐藤康幸、源勝弘は矢野中学校の先輩。矢野中学校からサンフレッチェ広島ユースへ入団。同級生は兄、和幸、駒野智和、久保田学、木村隆弘から指導を受けた。攻撃的な MF、左アウトサイドとして活躍した。 1999年高校3年時には西登録選手となり、J サテライトリーグでのパフォーマンスがエディトムソン監督に認められ、同年11月20日にガンバ大阪戦に発ンチ入りした。2000年にサンフレッチ広島に入団、同期入団は、和幸、駒野、八田ノ、介、松下裕樹、山形恭平、中山元気。骨折など怪我が多く、 同年代の選手よりもなかなか出場機会が与えられなかった。翌2001年 J リーグ初得点試合で2ゴールを挙げている。2002年になり A 契約選手に移行、主力として絡めるようになる。年代別代表では2001年に和幸及び駒野と共に西村明弘率いるワールドユース2 0日本代表に選出されて出場したが、 キャプテンも任されることがあるカズユキに対し、控えが中心であった。しかしその後、山本雅久に率いる五輪代表に選出されると、カズユキは、安倍、今野、鈴木慶良に押し出され構想外となる中、左サイドは層が薄かったこともあり、2003年のアテネ五輪予選、2004年のアテネ五輪本選では、左アートサイドのレギュラーとして出場した。 一方、広島では、小野剛監督の下、2003年から J2 に降格すると移籍した、藤本力の代わりとして攻撃的な MF として活躍、同年末の J1 昇格に貢献した。以降も、中心選手として活躍するも、2002年から続く、年代別代表と J2 昇格争い、アテネ五輪と、精神的に厳しい戦いが続いたため、 2005年の春先にバーンアウト症候群にかかっている。以降控えに回り、怪我や守備面からなかなか信頼を得ることができなかったがオノが辞任した2006年、ミハイロ・ペトロビッチに監督が変わってからは才能を見出され、中盤の中心選手として活躍。2008年末頃からオーバートレーニング症候群の傾向が見られるように、 なり、2009年1月28日に公式発表、同年8月にチーム五流、同年11月に実戦復帰した。2012年、サンフレッチェ広島の J リーグ制覇に貢献。2016年10月20日、今シーズン限りで現役引退を表明。10月29日、現役最後のホーム最終戦、アビスパ福岡。 戦ではスタメンで出場し、一得点を決めて、優秀の美を飾った。2017年1月5日、サンフレッチェ広島の初代アンバサダーに就任したことが発表された。その他の公式戦、この試合には、兄の和幸が、チーム史上初高校生 J リーガーとして、リーグ戦初出場している似ているためよく勘違い、されるが、二乱性、ソーセージである。簡単な見分け方として、 左利きで鼻の下にほくろがない方が、弟のコウ右利きでほくろがある方が、兄の和幸、ありがとうございます。